なぜだ、なぜなんだ。これが君の意志なのか、アルベース。よっしゃシルク、こいつには何も届いちゃいない。ただの冷徹な機械だ。だけどレックス、面白い。そうまでして我らを消し去りたいか、神よ。しないのかよ。だからやり過ごそうと言った。お気楽に突っ込んだのはマシュ、君だ。このことは後で聞く。えい、今はこいつを。君ってやつは。時にはやることも必要だな。あれで行くか。マイティストライク。ボルトアッパー。はっ。ブラッ。はっ。はっ。デトネーションヒット。ライトフィールド。ブラック。マイティストライク。ガンティックビート。この勢いを維持するんだ。ボルトアッパー。デトネーションヒット。一戦に勝る修行はねえな。ブラック。メビウスの三下のくせに手こずらせやがって。何なんだ最後のあれは。最後のあれってウロボロスパワーのことか。決まったろ。なんでわざわざ使ったのかと聞いているんだ。先兵は崩壊寸前だった。そりゃあ最後くらいはこうビシッとさ決める前に倒れられると、なんか調子くるんだよな、その日一日。はあ、ウロボロスの力はメビウスに探知される。極力使うなと前から言ってるだろ。ちょっとだけじゃんかよ。結果オーライ。いいだろう別に勝ったんだから。おいよ小言。言葉の前後を入れ替えるな。美しくない。そういうとこ。はあ、今日も反応はなしか。まだ続けるのか。え？これまで一人もシティの生き残りとは出会っていない。お、約束してくれただろ、あの日。シティのみんなを探すって。俺は諦めない。決して諦めたりなんかしない。
行こうぜ。明日こそ必ずってそんな気がするんだ。そろそろ夜か。さっきの戦闘の疲労もある。日が落ちる前に休める場所を探そう。だな。腹も減ってきたし、今日はここらで野営だな。どこからでもかかってきた。結果は見えていたよ。Thank you.
キル獲得だ。あまり見かけない素材だな。なあ、俺たちがいるセントムニア地方ってアイオニオンの中心にあるんだよな。ああ、その認識で間違いない。つうことはここさえ制圧しちまえば他の地方にも攻め放題ってことか。4つの地方全部と地続きになってるのはここだけなんだろ。逆に四方から侵略されるというリスクもあるな。あ、それもそうか。だが君の言う戦略的価値もある意味で的を射ている。事実、ケベスとアグヌスのどちらもこのセントムニア地方の占領にご中心だ。どの地方にもアクセスできる地の利はリスクを差し引いても魅力的なんだろう。なるほどね。俺が突っ込む。中は任せた。やられる前に片付けよう。ボルトアッパー。この勢いを維持するんだ。はっ。ああ、ガンガン行こうぜ。いい、その程度で僕たちを止められると。本気出すまでもなかったな。敵だ。どうする。ストライク、キレフセ、ボルトアッパー、はっ。このぶちかの IT ストライク、うらっ。ライトフィールド、皆に力を。みなぎっ、まだまだ強くなってやるぜ。やれやれ、見つかってしまった。返してやるぜ。無理はするなよ。油断が過ぎたか。おい、大丈夫か。ひどいな。今すぐ回復が必要だ。回復は任せてくれ。みなぎってきた。絶体絶命とはちょっとこのことだな。突っ込みすぎだ、マシュー。君の力が必要だ。ここでな。えい、なのか。えい、マジかよ。よし、ここなら休めそうだな。もうすっかり夜だ。急いで野営の準備をしよう。マシュー、じいちゃん、ナイル。
日はとうに頭の上だぞ、マシュ。よかったんだぜ、起こしてくれたって。地面の上であんなに気持ちよさそうに寝ている人間は珍しい。気遣いだよ。子供の頃からじいちゃんに連れられてよく野宿してたからな。得意なんだよ。その反応は？俺たちの瞳の反応だ。行くぜ、エイ！どこからでもかかってきな。相変わらず威勢がいいな、マシュ。この勢いを維持するんだ。ボルトアッパー、ハッ。ガンガン行こうぜ。その程度で僕たちを止められると？準備運動にもならなかったぜ。どこからでもかかってきな。相変わらず威勢がいいな、マシュ。ボルトアッパー、ぶちかませてこうぜ。その程度で僕たちを止められると？準備運動にもならなかったぜ。敵だ。どうする？アイティストライク！ボルトアッパー！そのぶつかませてこうぜ！あっ！こんなところか。準備運動にもならなかったぜ。どこからでもかかってきな。相変わらず威勢がいいな、マッシュ。キレッツ、アイティストライク。この勢いを維持するんだ。ボルトアッパー。一戦に勝る修行はねえな。ひらめいたぜ、新技。俺が突っ込む。背中は任せた。やられる前に片付けよう。ひれ伏せ。はっ。ボルトアップ。このままぶちかましてこうぜ。行こうぜ。その程度で僕たちを止められると？準備運動にもならなかったぜ。どこからでもかかってきな。相変わらず威勢がいいな、マッシュ。ボルトアッパー。この勢いを維持するんだ。はっ。この敵はこれで十分だな。そんなもんかよ。結果は見えていたよ。俺が突っ込む。中は任せた。マッシュ、突っ走りすぎるなよ。ボルトアッパー。この勢いを維持するんだ。おいおい、こんなもんかよ。結果は見えていたよ。あまり見かけない素材だな。傷跡から見てメビウスではなさそうだな。さまよっているところをモンスターに襲われたんだろう。すまない、僕のせいだ。君を起こして出立すべきだった。あ、 A のせいじゃねえよ。のんきに寝てた俺が悪い。
せっかく見つけたってのに。ごめんな。大丈夫か、マシュ。ああ、平気とは言えねえけど、今は先に進まないと。だろ。そらよ。抜かれたら体力が無防備になる。おお。これで全部。右翼はほとんど相当した。残りは後方の鉄巨神のみだ。そう。なら本体と合流して。ケベッセ、まだ残っていやがったのか。なんだこいつ、丸腰だぞ。ブレードすら持ってねえ。見ろよあの顔。やりましょう。こんな奴に時間を取られるわけにはいかない。お？爆発？戦闘か？ああ、何者かがこの先で戦っている。生き残り？どうかな、この音、そして振動、かなり大規模なようだが。おい、マッシュ！行って確かめる。出過ぎるな。僕たちに関係のない戦いなら。スルーしろってんだろ。分かってるよ。いや、分かってないだろう。急ぐぞ、エイ。手遅れになったら元も子もねえ。まったく。せめて慎重に行動してくれよ。ハイティストライク！ウラッカ！このぶっかましてこうぜ！起き上がれ！ダンキック！ビート！出直してくるんだな。結果は見えていたよ。あまり見かけない素材だな。気を抜くなよ、マシュ。なんなの、あの武器。ブレイドじゃない。
だ。何？両翼さえ守りきれれば、あとはコロニーが。新兵器だって中央薄かったろ。まんまとお前たちは。黙れ！あぶねえ。だから出過ぎるなと言った。近いぞ。どうやらコロニー同士の戦いのようだ。あれは兵士たちだけ？他にはいない。両軍全滅だ。戦闘はすでに終結している。なのに戦っている。それが彼らだ。僕らが関わることじゃない。下がるぞ。メビウスに気づかれる。おいマッシュ、不動になんてできるかよ。まだ子供だぞ。こんなのやめさせる。絶対に戦いの背後にはメビウスがいる。ならそのメビウスをぶっ飛ばせ。両軍のだ。両方ともぶっ飛ばせ。まったくもう。今すぐやめろ、このクソバカ野郎。この戦い俺が預かる。やってしまったか。口で言っても分かんねえか。いや、今手を出しただろう。分かんねえならこの拳で分からせてやる。やれやれ。なんで私がケベスの。Yeah!
すか。いい加減にしろ。何なんだお前。ようやく聞く気になったか。俺はシティのマシュ、こいつはエイ。シティってお前らにとっちゃ敵みたいなもんかもしれないが、味方とも言える、ある意味な。味方？本当の敵はお前らじゃない。来たぞ。だろうな。本当の敵のお出ましだ。こいつらを片付けるまでおとなしくしてろよ。悪いようにはしない。ちょっと、いいところだったのに、なんてことしてくれるの。これでは賭けが成立せんではないか。いいところとか賭けとか、ゲス極まりないな、てめえらは。兵士ではないよね、何者。ふん、この瞳よーく見るんだな。その瞳、ウロボラス。シティさんとのメビウスハンターか。メビウスハンター？何それ、俺たちそんな風に呼ばれてるの。知らん、ハンとした覚えもない。君が何かと首を突っ込むから排除してきたまでだ。だよな。つうわけだ、そこの二人の命は俺たちが預かる。預かるだと？勝てると思うのか我らに。このメビウスの球、勝てるから通りなってもんがあるんだろうが。所詮そこの遊びの頃である。屈服させるのが楽しみ。何のがハントしてやるよ。無駄だ。さてと、そのコアを打ち砕いておしまいとするか。影、私の可愛い兵士、こいつは油断している。今ならば撃てる。合図したら出なさい。
僕は好きではないんだ、こういう姑息な手段をね。背中からなんて姑息な。その剣は。出征官様。承知している。世話かけさせやがって。君は満足だろうがな、僕の身にもなってほしいものだ。こう見えて結構しんどいんだぞ。わかってるよ。から言ったじゃねえか、どっちかが見てろって。食料をたくさん確保しておきたいと言ったのも君だ。え、どうする。分かったよ、僕が止める。はい、そこまで。お前らいい加減にしろよ、終わったんだよ戦いは。何メビウス、つうかお前らにとっては失政官か。あいつらを倒したし、コロニーの日時計も破壊した。瞳の日時計なくなってるだろ。え、いいんだよ、もう戦わなくて。命の取り合いもしなくていいんだ。何を言って。 2,3 日すれば嫌でも気づく、命減らないってな。減らなきゃ戦う必要はない、腹が減ることだけ考えりゃいい。おれ、かたくなだね、うまいのに。余計なことを。あと少しで、あと少しで成人だったのに。成人ってお前、手向けなの。私のこの命はこいつらに殺された仲間たちへの。私が成人すればみんな報われる、それが、それだけが望みだったのに。戦って成人して、それを、それを。その戦いは誰が君たちに強いていた。考えるんだ、今ならわかるだろ。ニコルとカギロイか。腹が減ってちゃ考えもまとまらないだろな。
記録しておいたぜ。力の集中も申し分ない。二人ともだいぶ様になってきたな。だが実戦は千変万化、そううまくはいかんぞ。来なさい。遠慮はいらん、全力で来い。今度こそ勝ちに行くぜ、じいちゃん。ボルトアッパー、フィーヨン、うわっ、ハイキーストライク、うわっ、やるな、起き上がれ、アンティック、フィーヨン、ビート、ボルトアッパー、ヒット、甘い、ダーッ、ファイティーストライク、本気を出すか、あっ、どき上がれ、ボルトアップ、このぶつかませてこうぜ、このわしを追い詰めるか、うらっ、ファイティーストライク、ダンピーよ、ビート！はっ！崩れろ！デトネーションヒット！甘い！こっから巻き返してやるぜ！とにかく身を守って！はっ！あえて使ってないぞ！ファイティングって！集中せい！無理や！大丈夫だ。いける。無理すんなよ！ブワー！な？な？じゃねえよ。ずりーよじいちゃん。ほんと、パワー発動のタイミングでカウンターだなんて。集中力が足りんからビジョンと体が分離する。ウロボロスの真の力を引き出せれば攻防一体、いや、お前たち自身と一体になれる。で、その真の力とやらは誰か引き出せたことがあるのか？いや、やっぱりおじいちゃんでも無理だったの？うん、わしの両親は結構いい線まで行ったという話だがな。あの写真の人？ひいじいちゃんとひいばあちゃんだろ。もううんと昔の。だからだぜ、シティのみんなからバカにされてるの。嘘、そうなの？時代遅れだってさ。不安定なウロボロスパワーなんかよりブレードの機能を増幅させる新式のアンプの方が流行ってんだぜ。今じゃ誰もウロボロスパワーなんか使わねえよ。バカになんかされとらん。何か古いことをやってる人たちだなぁと思われてるだけだ。それをバカにされてるって言うんだよ。なっとらん。今のシティがあるのは昔ウロボロスの力を得た人たちがメビウスと戦ったからこそ。そのおかげで多くの兵士たちが解放されて集まってこのシティができたでしょ、うん、もう何十回も聞きましたね。子守歌代わりにな、勘弁してほしかったぜ。うん、忘れちゃいないよ。父さんと母さんが15年前のメビウスとの最後の戦いで亡くなったこと。うん、だからこそこうして平和でいられることもね。分かってるならそれでいい。
諦めたらそこで終わりだからな。ああ。ナイル！お、平和の象徴襲来。やっぱりここにいた。またジージとバトルしてる。ダメだよ。お昼の後ピアノ弾いてくれるって約束したのに。ああ、ごめんごめん。もう少ししたら行くから。もう少しじゃダメ、今。はいはい、わかったから、もう。何の曲がいい？ガウルヘーゲン。君との未来。ライゴーアルチメット。それ全部？全部。仕方ない、じゃあ順番ね。やった。心配すんな、守るよ。どんなことがあっても。あの、マシューだ。マシュー、いません。いないって何が？あの人、カギロイとかいう、アグヌスの。マジか！いつだって？日の出の一刻前だから、だいたい5時くらいか。そうか、5時か。って、なんでその時に言わない？言えば止めただろ？当たり前だ！これは彼女の問題だ。言葉をいくら並べたって、伝わらないこともある。んなわけあるか。いつも君が言っていることだぞ。言ってねえよ。言ったよ。昨日だって。口で言ってもわかんねえかと同じだ。とにかく行くぞ。行くぞって。追いかけるんだよ、カギロイを。コロニーと接触したらあいつがやばい。あの、それってどういう？そん時になればわかるってなってほしくはないが、とにかく行くぞ。ところでマッシュ、彼女の行き先に心当たりはあるのか？ああ、あるわけねえだろ。とにかくしらみつぶしに探すぞ。彼女が自軍に戻ろうとするなら、おそらく北西に向かうはずだ。あの一帯はアグヌスの支配域だ。コロニーが駐屯している可能性も高い。よってしらみつぶしに探す必要はない。理解したか、マッシュ。さすが、エイ様は何でも知っていらっしゃる。じゃ、目指すは北西ってことで。お前も、今は俺たちと一緒にいた方が安全だぞ。まあ、なんだ。あんま言えた義理じゃねえけどさ。今だけは俺たちを信じちゃくれねえか。わかりました。やった。相変わらず強引だな、マシュ。悪かったな、他に言い方が思いつかなかったんだよ。